銀幕にポップコーン 皆さんこんこにちは本日も始まりました「銀幕にぽっこん」今回は「エイリアンロムルス」公開直前ということでねエイリアンシリーズについて語っていきたいと思います。なんというか皆さんのねベストエイリアンみたいなついてちょっと語っていきたいかなと思いますのでねちょっといい、ね、皆さんも自分の中の、ね、ベストエイリアンとかお気に入りのエイリアンなどありましたらねちょっと考えながら自分の中にエイリアンがいるとちょっと危なずいみいな, <laughs> な感じになってしまいますけれども <laughs> 歯がずみな感じになってしまいますけれども。も <laughs> 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 はい、ということで <laughs> 本日は私山田と愛珍ジャパン編集長のダニエルさんよろししくお願いします、はい、そして愛珍ジャパン編集部の野津さんこちらの3人でお話ししていきます。はい、ということで、ね、エイリアンなんですけど、まあ、言わずと知れた映画界の なんて言うんてうですよ象徴モンスターですよね。はい、<laughs> ダニエルさんんが大大フファァンンなででですす、はい、すよよねそう意外とこう知らなかったということではい、はい、<laughs> ちょっとその、ね、<laughs> ファンになった経緯みたいなのをつい聞いていきたいなと思うので,うで、ね、<laughs> 後ほどということでこちら、ね、1979年に公開された SF ホラー映画から始まる一連のシリーズとなっておりまして、まあ、強い酸性の血液を持つ恐ろしい成人エイリアンは、まあ、HR ギガーによるまがまがしいデザインも相まって <laughs> <ん>映画界における象徴的なモンスターとしても長らく訓練て してきたと言っても過言ではないでしょう,うん、うん、なんかこの結構ト,トーチャーというかフィギュアが等身大フィギュアっていろんなところにあるんですけどエイリアンの私結構怖くて近寄れないんですねあ,あるとありあのたまにありますよね、はい、僕地元のメガネ屋さんに等身大のが置いてあって <laughs> 子供の時にめ <laughs> この怖いのは何なんですかと思うんですけど。子供ちょっと近づけないです。そうですね。でもそこ通るたびに父親がなんか興奮しててあのちょっとその数年後に意味がわかりました。これはかっこいいと。メガネ屋さんでなぜかメガネ屋さんに置いてあったんですよね。消えたんですね。ショーケースとか。でエイリアンってせメガネつけれないじゃん。まあそうですね。そもそも目がどこにっていう感じ。そうそうそう。はい。まあねエイリアンの特徴と言いましたらまあ映画シリーズの話ですけれどもまあ一作目がリドリー・スコット。はい。 2作目がジェームス・キャメロンそして3作目がデビッド・フィンチャーということでね名だたる映画監督が作品を一人飛ばしてみたいな感じになっちゃいまして一応ねフォアはジャンピエール・ジュネという方がやっておりますけどもう一つアメリーの人ですよねそう意外な意外な感じですね気づいたところ今回ロムルスの新作なんですけど監督はフェデ・アルバラスさんじゃないですか えっと二十七年ぶりの新しい監督がエリアンの作品を作るっていうことですよね,そですね。そのつまりフォー以来、ね、あのいわゆるあのエアリアンバースプレードをのの除いてメインシリーズで言うと、はいそうですよね。なるほどまあこちらもあれですねドントブリーズって言って音を立てたら死んでしまうというようなテーマでやってきて <laughs>、うんはい、そのそうです、ね、エリアンの一作目のねちょっとこう格レンボ的な要素とちょっと近いものがあるのかなといううなね。はい。うん なんかね後から考えてみたら「ドントブリーズ」もまあ逆エイリアンみたいなもんだうっていうそのエイリアンはねこうホームのとこにエイリアンが入ってくるだけど「ドントブリーズ」は自分たちがエイリアンとして入っていったひどい目に遭うみたいな話なので、まあ、素質はありありだなっていう感じはしますよね。<laughs> はいといとととうこでねちょっと、ね、エイリリアンシリーズの歴史 とか、まあ、それぞれのベストエイリアン映画についてもね聞いていきたいと思いますけれども実はダニエルさん、ロムルス見てるんですって。見、はい、見ました見まししたた一応ねレビューのかあのあ <laughs> US 欧米の方では、えっと、8月16日の解禁ということですので、うん、もう出ちゃってるんですね、はい、なので世の中でもうレビューの解禁も上がってまして、はいまあ、アメリカでその日に公開ってことですね <laughs> そ,うですそうです、そうです、もうなので多分ね、ネット上でネタバレとかいろいろ出てくるので, <laughs> で、ね、気をつけたほうがいいと思うので、はい、私もこの場でもちろん何も <laughs> こっちが今 <laughs>、ね、が人身構えてる状態ですね言わないけど <laughs>、はい、言わないけど,いけどすっごく簡単に言いますと。 あの面白い作品でしたのファンとしては、えーまあ、喜んで、ま、満足して見れる作品でもありながらもちろんねあのなんていうかなリ,リ,リブートでもないし一応シリーズの続きでもあるんですけれども「うん、あのエイリアン1の」エイリアン1と「2」の間の行う話なので一応「2」以降の話すべて無視できて。 その時系列的にはってことですよね。そそうそう,そう,そうですそうですですなんですけどテーマとかそのいわゆる監督が多分このシリーズすごく好きっていうことをもう見てわかる、うん、と思うのなのでその「エイリアン1」からだけじゃなくて全シリーズからいろいろ影響されてあの反映しているような感じでどちらかっていうと,えーとまあいわゆる「スター・ウォーズ」の「フォース」の各地とかえっと 各種じゃねえか。各種、各種。とか、ゴースバスターズのアフターライフとか、いわゆる昔の要素をたくさん入れながら新しいことをやっているような感がありまして、どっちかというと私の中では、プレデターのプレイを結構思い出した。ああ、プレデターザプレイはいありましたね。あれもなかなかいいシリーズものでもありながら、単独でも見ても損しないという感じなので。 あの結構、しかもこの映画ね、予算は8000万ドルで、意外とや安いですねまあ今の映画の基準からしたら、<laughs> はい、8000万ってことはあれですかね、ザ・クリエイターとかと同じぐらい,じゃないで、すかあれは相当安いって評判でしたけど、そ、はい、そうですそうでですすちょうどボーダーランズの映画が今、公開して、いろいろなってるんですけど、<laughs> はい、その映画の半分ぐらいの予算。<laughs> ね、あそうなんですね。だ、はいぶじゃあ <laughs>、はい、ほぼほぼ <laughs> なのでジとしてはかなり良かったですね。で低予算低予算に対してはちゃんとしたきちんとした、うん、えっとエリアン作品ホラー作品アドベンチャーアクション作品は届けてますのでうん、うん、その辺はかなりあの、ね、期待していいと、はい、期待していいかなと思います。うんうん、ただしまあねあのそういった要素レファレンスが多い中であの完全なオリジナリティまではちょっと その辺ちょっとだけ犠牲しているところもあります。はいはいはい、なるほど。はい、まあ、その辺りはエイリアンロムルス界で。詳しくそうですね。そうです。そうです。じゃじゃ、楽しみです。あの、細かい細かいとこまでいっぱい語りたいけ。ね、いっぱいいっぱいやりまして。そりゃそうです、ね。あともう一点だけ言いますと、はい、私見たのは試写室で見たんですけど。はい、まあ、画面ってね、はい、その普通の映画館よりちょっと小さめな映画館。うんうん 気、えー、まくなる映画館で、はい、音声はばっちり、この映画の,あのサウンドデザイン、すっごく良くて<ー>あの、音声がいいところで見た方がいいけど、本作はですね、iMAX のカメラを使って、はい、iMAX のフォーマットに合わせて、あの一応、えーっと、撮影されてるので、はい、まだ見てないんですけど、iMAX で見た方がいいらしい。 なるほど。あ、じゃあ,あの、はい、なんていうかそのフルサイズってことなんですかね。どうなんですかね。ちょっと調べてフルサイズで、あのさらに言うとあのいわゆるアイアイマックスの場合はよくこれた画面がだ、ねはい、立てたからあの左右からカットしてるところはある普段あるけど、うん、今回はそうじゃなくてあのえっ、ー、と上下の方にあの普通のワイドスクリーン版にない映像が含まれて感じらしいので。なるほどなるほど。<laughs> じゃあなるべくじゃあいい映画館でというか、そ,はい、そうなのでもう一回見に行こうかなと思ってます。うん、はい、あの次回語る前にできれば見に行きます。はい。はい、ということでね、ちょっとまあ新作公開されました。しかもね、こんだけピックアイピーでそんなバジェットを低めのバジェットでっていうのもなかなかすごいですけど、まあエイリアンっていう映画がね、そもそもそういう映画だったというか、まあ。 限られたこう空間の中でいかにしてこう工夫して、えー、撮っていくかみたいな、はい、結構、みんなの監督の個性だったりそういう工夫が出やすい映画でもあるかなと思うんですけどロムルスの公開に先立ちまして i j n u s で最高のエイリアン映画決定戦というのが、ね、<laughs> 読者投票でありまして、まあ、1位から8位まで「エイリアン・プレデター」も含めたシリーズの「エイリアンバースプ・プレデター」も含めての、はい。 結果ですね。はい、で一位はなんと？一、はい、位はね、まあどっちかだろうなっていうのは大体みんな思うと思うんですけど、エイリアン？ツーです。あ、ツーが一位になったんですね。はいはいはい。まあそして二がエイリアン。 で三位がなんとプロメテウスなんですね。はい、比較的新しめの。そうなんですね。プロメテウスは2012年の映画でして、まあ、と言ってももう10年以上経つんですね。<laughs> <laughs> そうですね。まあプロメテウスって名前からもわかるといい。まあえっと劇場に足を運んでエイリアンだって結構びっくりするようなプロモーションだったと思うんですよね。なんかそうだったらしいですね。はい、なんか当時、あでも逆に言うとだからかもしれないですね。あんま記憶に残ってなくて、<ー>エイリアンってついてたら多分。 記憶に残ってたかねと思うんですけど、まあえそうね。タイトルにエイリアンという言葉が単語がついてない、かつ実際にその映画、あ軽くシリーズのね、各各作のネタバレ少しね、まあ内容は別に、<も>はい、あのそちらの作品にいわゆるザゼノモーフザエイリアンが出ないですね。はい、なので。 そういった意味でも、まあ、エイリアンじゃないなっていうところもあるかもしれないけど、うんうん、ただし、リドリー・スコットが撮っているというあ<ー>意味でエイリアンの,その正当性とは何,何をもってエイリアンとなすのかっていう面白いとこでですすけどねねそうリドリー・スコットの作家性じゃないですけど、はい、フィルムグラフィーにも非常に重要な作品でもあるということで4位がエイリアン3です、ね、これはデビッド・フィンチャーの「エイリアン」うん。<laughs> で5位がエイリアンコベナント、これはプロメテウスの続編という扱いでいいんですかね、はい、まあでしょうね、ロムルスを除けば、今のところ最新のエイリアン、ねはい。2017年の作品ですね、はい、まあこちらはもうエイリアンと名乗っていますけれども、はいはい、これもリドリー・スコットのエイリアンですね。 <で>あの一応、プロメティアスから、えー、とコベナント、さらにあと、何でしたっけ2、2作とか3作を作る予定だったらしいですね、その当時は。だけど、あんまりそんなに売り上げ良くなかったで残念だな <laughs> それ、それ見たかったな <laughs> 確かにそうですね、ちょっとコベナントについてもね、ちょっと語っていきたいなと思うんですけれども、6位がエイリアン VS プレデター。 はあ、はい、なるほどこれはまあ含めるかどうか問題というのもありますけどねまあちょっとねこう作品数的に言うとね含めては作品含めてもそんな多くないからね <laughs> で七位がエイリアンフォーということで先ほど、ね、メインラインがそれに負けちゃってるんだっていうところですけどね, <laughs> ねそうちょっと 悲ししいいねね難ですね <laughs> そんなに見てる人がそうだから4までねたどり着いてる人がそもそもっていう話なんで <laughs> エリアン・バイスサス・プレデーターなんだかんだでそのプレデーターファンの方もねお集まりいただいてるいうそうですよね <はい S 1> だからあの両方からお <laughs> 集まりいただいてるんでまあ票数としては稼げる。<laughs> <はい S 1> <laughs> がエリア アンズバーサスプレデターということですね。ツもあったんですね。そうですねはい、はい、ということでまあえっ、ー、と I.J.N.U.S. の投票ではエイリアンツーが一ということでまあこれはね接戦だったなと思うんですけれどもはいまあお二じゃそうですね、はい、お二方にこのベスト三をちょっと聞いていきたいなと思うんですけれどもちょっとねだからこ、はい、あの 一位はやっぱどうしてもワンかツーになる人が圧倒的に多いと思うんで、んでねうん、あえてちょっとベスト三をまで無理やり個人ベストを決めてしまおうと。三 <laughs> 作目はどうするのかそうですね。<laughs> はい、はい、ダニエルさんはじゃあ <laughs> 私ですね。いはい。一位ですね。なるなでも。<laughs> まあまずえっ、ー、と <laughs>、はい、ロムルスは敗因しないね。はい、<の>はいはいもちろん。

みんなと、ね、話してた中で、えっと、キャプテン阿佐ヶ谷ですねはい、はい、我々のスタッフのメンバーがはい、はい、その映画が好きって言って意外と好きって言って、うん、そうなんだと思って <laughs> 本当ですか、でも私ね <laughs> 当時あんま好きじゃなかったのにと思ってでも何年も見てないんですよね AVP、えー、の「o n も,も「t o もなのでまあじゃあもう見ようか。 と思ってうんなるほど見たら結構ベストエイリアンはえっ、ー、と AVP ですねそうですそうです <laughs> 本当かな <laughs> でももう何を考えてんのな <laughs> 今度はあの。<laughs> 本当にこう深い話しないとやばい。改めて上司から説教案件になってしまっている。この映画ごめんなさい、お前好きじゃなかったです。あのなんかそうやって言われて見てみたらめっちゃ良かったっていうあの着地なのかと思ったら別に改めて良くなかったなので F B two two はあのさらにね記憶はほとんどないしあのそのままにしようか。それはちょっとあの二人でお話しされてください。 はい <laughs> うん、なので、私はですねまず、えっと、3位を、ね、考えるときに本当にこう1位はエイリアン1なのか2なのかみんな迷うところですよね。はい、しかも映画として完全に違う作品であるし、ね、ジャンルが全く違う,そう,で違うでエイリアン1は完璧な映画で、はい、エイリアン2は完璧なアクション映画だからどうっちが通るのかっていう問題なんですけど、っ、うんえー、とねエイリアン2にする。なぜかという多分 子どもの頃初めて見たら2だと思うしあそジェームス・キャムロンのそういったそのアクション映画のテンプレートの作ってきた作品の一つそれプラス「ターミネーター」とか、えー、なのであのかなり好きなんでんまあどっちももちろんそうなんですけどでかつリプリーという主人公がすごく好きなんですけど、はい、1ワンではいわゆるなんていうかなこう本当に普通の人が。 ね、大変なピンチ状態になって頑張って乗り越えるっていう話なんですけど2はさらに彼女はすごいトラウマを持ってマイナスからのスタートなんですだけどあの自分のためだけじゃなくて、うん、みんな周りのためにとかあと途中で出会う,出会う子どあのニュートのためにとかね頑張らなきゃっていうところで言うと、うん、彼女のアークもすごい楽あヒーローですよね。本当にヒーローヒーローーーロロなのであの2 なので2二は1サ3ンは本当に前をとるけど多分4にする。基本どれでも好きなんですけど4に選ぶっていうのはジュニさんの映画不思議なものなんですけどアルメリもとかも好きなんですけど本当にこう、エイリアン4はすごい変な映画なんですよね。 あのその映画が語るそのいわゆる、まあ、人類とそう豊かエイリアンのクリーチャーとその宗教の話とか、うん、あのさらに、えー、とアンドロイドの立ち位置については「We k n o ノーナライダーの」の、はいまあ、キャラクターはいるし「えー、あのウィノ w ライダー」大好きなんですけど彼女のキャラクターもすごくね <laughs> あのこれまでのシリーズだとアンドロイドの、まあ、シンセティックのキャラクターは基本的に。うん この人を信じていいかどうかとか、いいグッドガイなのか、バッドガイなのか迷わされるような作品ばかりなんですけど、うん、彼女は結構自分の意思があって、結構、はい、あの他のそうですねアンドロイドのキャラクターと結構近かったりして、うん。だって最初はそう思わないですもんね、普通のキャラクターだと思ってたり、人間だと思ってたっていう感じの展開なんで。あ、はい、あとまあ 単にね、あのリプリーもあの同じリプリーじゃないっていうところだけどすごいこうあ、ね、レベルアップされてバ超バードアースじゃないですか。でかつで、ね、最後に出てくる赤ちゃんのシーンがもうとにかく好き、はい、すごく好き。そののクリーーチャーのデザインとか エイリアンのシリーズの中でやっぱりその、まあ、妊娠とかが結構重要なパーツの一つだったんですけどす、ね、とあと親子関係とか、はい、特にリプリのストーリーの中でもそうなんですけど、はい、あのそれを <laughs> そういった形で吐き出すなんて、ね、やばいいじゃないですかあ,あ,のあのエイリアンはファンとしても全然、OK、なんですか私の中は大好きですあ,あいつい,かわいそう本当にかわいそうな存在で。<laughs> ねええ あのいろいろその DNA がいじられたリプリーと作っちゃった場合、うん、しかもそういう作り方で作っちゃった場合<ー>いわゆるフェイスハッガーがあのこう卵を入れるっていうことじゃなくて普通にセックスエイリアンとセックスしてゼノモフとセックスしてそう作っちゃうっていうところでいうともうとにかく。 普通にそういうあの大手の映画でそういう映像を見せてですよね。そうですよねだってこの時点でもう一大フランチャイズにというかシリーズになってるのに。 あんなことやるって結構結構攻めてますよね、はい、監督のそのチョイスも攻めてるし、ね、何を考えてたんだろうかと思いますけどね<笑><笑>まあ時系列的にはね、はい、その後にアメリオを取るような形になるっていう,そ,うその前はあのなんだっけデリカテッセンとか取っててその毛は結構ねある人なんですけど。<laughs> 日本の配給会社はそのアメリをこう買った時にすごい黒い映画が来るんだろうなと思ったらアメリを買ってなんか大ヒットしたっていう経緯があったらしくて、うん、はい、あそっ <laughs> なのでちょっとこうテイストねアメリだけ見てるっていう方は、ね、ちょっと分かんないかもしれないんですけどエイリアンほうは何ていか CG を使ってあのちゃんとゴアをやるっていう意味では、はい、めっちゃいいですよ割と見たいものを見せてくれる感じのところがあって。<laughs> まあ、このホラーっていう出自もあって割とこう直接的な部分ってカメラの外で行われてたりとかうん、うん、う映さなかったりしたんですけどエイリアン4に関してはもうなんか人がこう画面の中で死んでいくというかそうですねあ,<ー>あとそのやっぱ人体損壊描写破壊描写もいっぱいあって楽しいですよね結構上がる感じのところは多いというか <laughs> そういえばそうですよね1とか2もやっぱこうね 割と上品にこうシュシャッと見せてカットで素早く見せ殺すを殺しを見せるみたいなあったけどフォーはね完全にグシャーみたいなところを見せてくれるから満足度は高い、ね。<laughs> はいなんか結構こうなんて画面のカロリーが高いっていう意味ではそ,、ね、そうそうあの。 デカ盛りのなんか何かしらの丼物を食ってるような感じになりますよね。<laughs> リプリーの,、ね、そのなんて存在自体も変わったっていうことでちょっとテーマも深,まっ深,深いというかまた別の方向性に深まってんのか <laughs> あの適当にやってんのか <laughs> ちょっと判断しづらいところもありますけど。<laughs> はい、ということでじゃあ、はい、意外ですね3位がこうエイリアン層っていうのは。 いやでもここ3位、何人入れるかって結構ね野津、ね、さんは結構リドスコファンではあると思うんですけど僕もでもずっとその1か2っていうのはずっとあったんですけど 2>,、うん、てか2もやっぱ、ね、今までこう見るたびに1回なんか映画館でやってた時見て僕、それまで映画館で見たことなかったんでなんかぶっ飛ぶぐらい面白くて、うん、こんな面白い映画あるんだと思った覚えはあったんですけど <laughs> なんか今回見たら割とあれ、そうでもないなってなんか思ってしまって。 なんかわかんないですけどその時の調子もあると思うんですけどなんで一応今日の今日付でのランキングとしては年ののランンキグとしてはあのやっぱ1がやっぱ圧倒的に好きですねあのもうちょっとやっぱりリドリー・スコット好きっていうだけの話なんですけどあのなんかやっぱもうビジュアルがもう。 ももううちょっっっっとややばいっていててのがもうやっぱあってその宇宙船もそうですしまあもちろんエイリアン自体もそうだしあの撮り方とかは含めてもそのなんかデザインの映画っていう感じがむしろするというか僕そんなにこうエイリアンというクリーチャーに対してすごく思い入れがある方でもないしこうリプリーにもそこまですごく。 ね、あのっていう好きだけどっていうぐらいですけどやっぱ「ワン」のデザイン的な意味でのかっこよさはもうちょっと圧倒的すぎて、うん、これはもうこれに勝るものはないなっていうのは思いますね。であと「ワン」とかって特にその,あのなんだろうエイリアンよりも僕はいつも見るたびにやっぱりあの アッシュの,そのアンドロイドの展開にあれ僕初めて見た時もあそこのえげつなさにマジでびっくりしてあれもやっぱでもデザインが大きくてあの「エイリアン」シリーズのアンドロイドはその牛乳みたいな血が流れてるじゃないですかでそれがもう最初見た時にあのアッシュのなんか最初こう額からなんかじわって汗みたいにこう牛乳みたいなのがポタポタ落ちてきて。 どうしどお,おじさんどうしたって思ったらおじさんじゃなかったっていうそのロボットだったっていうのは分かってからのそこからのあのイアン・ホルムのあの気持ち悪い動きとあの牛乳まみれにな牛乳か分かんないけどその白い体液まみれになってでなんかバラバラになってその首だけでこう置かれて急に喋り出す感じとかものあの気持ち悪さがもうすごくってあれだか僕エイリアン 以上にあそこにやっぱ強烈なあのインパクトを受けたんでやっぱその意味で。 演じるイアンホルム含めて一作目がやっぱ一番インパクト強かったなって思いますね。丸めた雑誌をこう口にしたとかね。あ、そこめっちゃ怖いですよね。よくよくわかんないけど怖いって。そうあんなこう攻め方あんま見たことない感じでしたけどね。確かに苦しわかりますね。苦しいっていうのは。あのよくでもね。わかんないです。よくわかんないですよね。ボーンボーンアイデンティティだったらわかる。それこう武器としてなんですけど。ね。 ねそこから結構ね暴れだしてかみんなこう寄ってたかって言っても全然力が出てなくてボコボコ殴るんですけどそうなんですよねあのヤフェットコットに対してもなんかなんかわかんないけどおっぱいをなんかギュって掴むみたいなあそうそうそうアイアンクローネ怖みたいなちぎれちゃうのかなと思ったらちぎれるわけでもないそのタイプの暴力あんま見たことなかったわみたいなあのなんか独特さがすごい残ってるですね。私正直エリアよりちょっと んかぶん殴ったりするのかなと思ったら、はい、おっぱいギューみたいなそうなんですよ、ね、かなりあ,あの映画色の意味ではリアルですよね <laughs> いやそうなんですよね <laughs> はいまあそう,そ,うそうですね、はい、2>, で2位3位はなんでちょっとーはねあの一旦二2024年はちょっと外そうかなと思って<ー> 2>, 2はあの <laughs> 今日はコベナンエイリアンコベナンと あのまあ、プロメテウスでもどっちでもいい感じなんですけどそのリドリー・スコットのやっぱり作家性っていうのが現れたっていう意味でコベナンってやっぱめっちゃ面白くて何がいいって言えばマイケル・ファスベンダー演じるね <laughs> アンドロイドがめちゃくちゃいいんですけど、はい、あのコベナンと鬼にしたのはあのプロメテウスはファスベンダーが コベナントはそう続くコベナントはファスベンダーが2人見れる <laughs> <の> <laughs> なるほどそうです、ね、あの2倍のお得っていうのがあるんで <laughs> <laughs> ファスベンダー成分2倍っていうことであのコベナントがランクインしましたねでも本当にコベナントまあ,あの今後で話してもいいですけどあのラストシーンがめちゃくちゃやっぱ僕<ー>よくてあの。 本当にぞっとするようなあのリドリー・スコットって本当に嫌な人なんだなっていうのが<え> <laughs> の分かるようなラストシーンになっていてやっぱりその2010年代のあのね悪の法則とかいろいろゲティー家の身代金とかあの辺取りまくってた時のねああこの人人間,不信人間不信なんだっていうのが <laughs> 当時僕もようやくその辺でこうリアルタイムで分かってきたところがあったんでなんか。 そうです、ね、そのさっきのダニエルさんのお話もそうですけどそのやっぱエイリアンこの人エイリアンそんな好きじゃないのかなっていうのがあ<ー> <laughs> あのリドリースコット自身がそのエイリアンよりもむしろアンドロイドの方に興味があるんだろうなっていうところを含めて僕が結構そ生みの親原理主義なところもあるんであの「ワン」から続く物語としてやっぱクリエイターの作家性が出たっていう意味でコペラントを すすごい良かったででね3番目は僕も4ですね4今回改めて見てめちゃめちゃ面白かったですあのなんかなんだろうあれ脚本ジョスウェドンなんですねあのそれ僕今回初めて知ったんですけどなんかへえと思ってで4はそのビジュアルがやっぱすごくよくっての本当に あのななんか気持ち悪い不気味な感じというか気色悪いビジュアルっていうのがすごいよくてあとキャストもすごいいいなと思ってあのブラッド・ドゥーリフとかロン・パールマンとか一度見たら忘れられない顔たちが結構出ているんでそこもポイント、まあ、ウィノ・ナ・ライダー含めポイント高いっていうのと結構ねその乗務員同士のこうトークとかも結構肩の力抜けた感じで面白くて。 僕結構「エイリアン」シリーズだとあれやってほしいっていうその乗組員同士の会話って結構ワンでも面白かったんでそれ <laughs>。 結構やってほしいなっていうところも、そこも満たしてくれるし、あの変態アホエイリアンとしてあのかなり点数が高い作品だなって思いました。ああ、女水道なんですね。そうなんですよね。今考えるとなんかすごいですね。すごいですね。はい、その後の <laughs> いろいろ考え、ね。<laughs> いろいろ考えまあ <laughs> <laughs>、はいろいろ考えです。いろいろ考えさせられます、ね。<laughs> そのその当時あの彼はまあこうこういったねエイリアンの関わりもあったり、えっとえっと、えっと、あれ。 タイトルファイヤーフライの、ファイヤーフライどっちが多分その後ですかね、あともちろんバフィーとか、バフィーは前だよね、あとはアベンジャーズ、結構やっぱこう、良い、ありました。いですよ、良いとずっとね、思ってましたもん、キャビンとかめっちゃ面白かったですからね、あのホラー映画。 そういうい意味でちょっと90年代から2000年代にかけての、まあ、エイリアン自体が、ねうん、そのいろんなスタッフがそれこそデューンのホドロフスキーのデューンからの流れでそ、ね、<laughs> こ,こにも出て、はいね、エイリアン1はそこからの流れを組んでますから、ねはい、そうそうたるクリエイターがっていうところで言うと2000年代にもちょっとつながってるのかなっていう気もしてちょっとエイリアンってかなりアイコニックなこう IP なんだなっていうのもありますね、うんはい、私もエイリアンは一番好きなのはやっぱ1一 うん、これ1979年というのはこの「ガンダム」が放映されたちゃん結構ねその当時の今もまだ続く SFIP っていう意味では70年代後半って非常に重要な年代だったと思うんですけれども、ねうん、エリアのすごいところって多分一つの映画で扱いきれるこう扱 うん、で十分なくらいの要素が3個4個入ってるっていうのがすごくてつまりその3作、4作分のやつが入ってるっててるエイリアンさえ出てれば SF ホラーのテーマとして十分なのに、うん、そこにさっきの人造人間が入ってたり、ね、あとはマザーコンピューターの反乱が入ってたりして、うん、改めて今回見直したら、うん、あこれってバイオハザードの映画の1作目とほとんど同じじゃんみたいなことを思ったりして。 はい、なんかもう今のその2000年代以降の映画のひな形としてこうエイリアンをそのまま使ってるんじゃないかくらい邪悪な企業も出てきますしねなおかつそのなんていうんですかね、まあ、ゲ,ゲ,ゲームなどなんかでもこういうなんてパニックホラーとか逃げるタイプのホラーなんてもう本当にエイリアンの映画そのままじゃんと思ったりして非常になんていうかこんな120分もない映画なのにこんなに SF としてリッチでいいんだろうかっていうのは非常にありますね。 そうですよね、なんか確かにこう無駄をそぎ落としてるように見えてじ実は要素としてはめちゃくちゃてんこ盛りなんですよね <laughs>、うん。これまでの,そのエリアのあごめんね、はい、あのエリアの,そのシリーズのなんていうかなこれまでの,その作品いろいろ考えてもテンプレートとしてかなりワンが強くて大体、うん、いいどんな作品でもワン、まあ、からいろいろ様子そのまま引っ張ってるところもありますし、うん、あとシリーズも。 だってこれ40年くらいかけて45年かけてあの今回き、えー、と7作目でしょう、はい、AVP を除いて、はいえー、そ多くないよね、うん、っていうのであっなのにかなりこう影響力はすっごい強いんですよ、ねうんうん、そうですね、そのそうですね「スター・ウォーズ」も9作出てるわけで9 <laughs> タイトルで出てるわけですそう考えるとの、ね、結構あのみ見ると分かるんですけどその 間めっちゃ空いてるんですよね。はん、い、とつうの間も七年ぐらい空いてるし。ね,ね、だからスリーで、えっ、ー、と六年。そうですよね、はい。逆になんかすごいです。じゃ、だんだんこう間隔が短くなって,きて。スリーが五年後で。どっちかというと、そう、フォーとプロメテウスの間は非常に。まあ、そうですね。うん。うん、まあ、そう考えると、まあ。で。 まあ2番目が「エイリアン2」でかなんこの結構野田さんが改めて見たら、えー、みたいなところを言ってたんですが、えー、私もちょっとなんかすごいバカっぽいなと思っちゃっか <laughs> 別に全然ねあの <laughs> めっちゃ面白いことは <laughs> 間違いないですけど <laughs> <laughs> バカっぽいというか,なんかそうあの最後の最後でリプリがどあが。 なんていうかパワースーツ着て、はい、出てくるじゃないですか、その、どうやみたいな感じ、ちょっと面白くなっちゃって,て。あ、はいまあ、確かに今見ると、そうかもしれないですね。<laughs> いや、かなりアイコニック。そうですね。でも、なんか本当に当時の、その、エスのアクションとしての、まあ。 そのそれこそ CG がない時代で、あれだけの大量の敵とジュース激戦をするっていう圧倒的な凄さっていうのがやっぱりジェームズ・キャメロンという男の圧倒的な凄さ、もう映画を変え続けてきた男のなんかこう圧みたいなものを感じつつ、これもあのあれ今のこうサバイバルホラー的な TPS とか FPS ってほぼエイリアン2じゃんっていうふうに思うんですよね。その謎解きというかめちゃくちゃあの思いますね。<laughs> <はい S 2> あの はい,はい、はい。だから、すごい影響だなって、まあ、これなんだよな、<に>きっとって思いますもん、ね。<laughs> あの、軍がスペースマリンの話も、はい、か結構今でも影響は、すごく強いし。 お互いチャラいコメントを、ね、あのする彼らがなかなかうまく再現できない映画が多いけど滑っちゃってそそううだけどあの映画すごいかっこいいなうん、うん、その彼らのやり取りとか、うん、そうですねあのこう各キャラクターのこう属性みたいのもなんかもうあの時点で結構出揃ってる感じはあるというかねこうパニックを起こしちゃうやつとかねうん、うん でなおかつ、キャラを見分けやすいようにするために、うん、あのそれこそこうパーソナルカメラを使ってその名前が右下に表示してあってみたいなあ<ー>本当に非常になんと観客にかりいかに分かりやすくするかっていうのを絵の中で出してっていうところで言うと本当にくろうとの仕事というかなおかつ、ね、そのエイリアンが近づいてきてるけどどうしよう籠城しようみたいなところも含めて。 アクションとか盛り上がり動きが欲しいときにもう絶対来るっていうのの,、はい、このアイデアの量みたいなのも含めると、ね、ちょっとやっぱりこう格が違う感じのその物量はやっぱすごくて。 もう終わったやろって思ったらさらに来るっていうのの34回来る感じがやっぱジェームス、うん、あのターミネーター」の1作目とかもなんかすごいもうさすがにもうと思ったらまだ手が追いかけてくるみたいなあのこう追い詰め方は「あのエイリアン2」でもやっいまだに未だにすごいなと思いますね。 の作り方が、まあ、若干時代を感じさせるものがあって私が子供の頃って足手まといの子供キャラが出てくるとなえるみたいな映画の感想が結構あったんですけど「エイリアン2」見てて今の人が見たらそういう感想 何かさかのぼってちょっとそんな感想も抱いたりしつつでちょっと思,思わなかったといえばうになるその辺の時代性も含めてちょっと面白いですねまあこの2つに関してはやっぱあの先ほどのクルー同士の会話も非常によくてですね何、はいねはい、かも宇宙船なのにタバコをめちゃくちゃ<あ>吸いながら喋ってんのも時代を感じて今だったら絶対ない <laughs> 70年代未来ですからねって <laughs> 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 いうのも含めてねちょっとその まあなんてんていうですか、ね、先ほどの海兵隊もそうですけど、まあ、完璧じゃないんですよね、<の>皆さんねエ,エリアン・ワンで結構タバク、たばくする水も多いけど、はい、あの新作ではね、あのあの監督のインタビュー見てたんですけど。 今回もそれ、レフェンスとしてでも、今回、主人公たちみんな10代じゃないですかだけどみんながたばくするようなシーンう撮りたかったけどそれだけちょっと勘弁してくださいと言われたらしいください勘弁してくださいあでもいい方に働きましたね、設定が若者だったらそうですね若者だったらていうことはあるけどね。 うわエイリアンやって絶対なったはずですよね画面としては確かにそうですねみんなが吸いながら話すみたいなはいベスト3はまあ私もコベナントが好きなんですよえこれこれね見た当時はなんだこれと思ったんですけどコベナントって当時はどういう評価だったんですかああそんなよくないくないだって売り上げでも配映されてるんだそうですよね えっとですね。プロメティ,スプロメティウスはこう完全にこれまでのシリーズと全然違う。で全然違うことやってるし。はい、しかもその、えー なんていうこう使ってる技術とかもう冷静に考えれば、これは前日談のありえないなんじゃないですかってい。<laughs> か<に>もうリードリスト、それはすべて無視して、いや、こういうものを作りたいんで、作りますっていう。あの意を持って、宇宙船なので、宇宙服すごい。ですよね宇宙服すごい、ね、<laughs> そ,うそ,うそうそう、あの、まはい、あれ見た後、あのマザーコンピューターの部屋とかみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう、全然。ありえないんだけど、<laughs> まあ、そんなことはどうでもいいんです。リドリースット。そう、本当にそう、本当にそう、それは正しいと私も思うし、のすごいさか。黙れで ただし結構あんまりにもプロメティアスに関しても結構やっぱりその,時あのまあファンからのバックラッシュは一応ありましたよ。あ,<ー>これあれがエイリアンの作品なのになんでエイリアン、ね、なるのとか。これ本当につなぐのとか本当にレースに考えてるのしかもジ,ジェイザスの話はどうなのみたいなちょっとやりすぎじゃねえかと。 に人類はどこから来たのかみたいな話を、はい、エイリアンの作品に無理やり語る必要ないじゃないですかっていう話も当時あももったんですなまあすけどねだけど私ねそれ好きなんですけどそのコベナントの作った時におそらくそれをちょっとこういろいろそういったフィードバックを入れて、はい、あの今回はまあオープン、ね、に似てるようなエイリアンが出るし <laughs>、はい、あの 前作、プロメティアスの主人公を一気にこう、ね、オフスクリーンでしょう、殺して <laughs>。また新しい主人公でやるし、<laughs> それやりがちなんだよな、ね、<laughs> エイリアンシリーズ。<laughs> いや、そうなんですよ、今スの話じゃなかったですけど、うん、やっぱりスが、ちょっとこう、当時、もね、すごくこう。はい なんかちょっとどうなんだろうっていう反応が出たっていうのはやっぱオープニングの展開があんなに頑張ったのにっていうい、ね、そそそうううそう、ね、しかもショ,ショーとデイビッドのその次は見たかったのにまた違うのかいみたいな気持ちにもなったし <laughs> あなので結構多くのファンからとかあの一般の人からな何やりたいのかみたいな。<laughs> <laughs> 感覚あですね当時はそのような反応が強かったと。何やりたいの言われたらね、結構、すんませやりたいことやったんですみたいな。実際にその同じシリーズを続けてないんじゃないですか、今回はロムレスは完全そうですね違う話なので。いや、不思議ですよね、リプリーって本当にアイコニックなキャラクターじゃないですか、映画史において。でもその リドリースコットはあのキャラクターにはあんまり興味ないんだなっいぱそこが惚、ね、<laughs> れ惚れしちゃうんですよね、あこの人、あんま興味ないんだと思って、こうなんかゾクゾクしてくるというか、はいい、みんなはキャラクターの続きを見に来るじゃないですか、映画って、今の世の中、特にさらにそうですからね、キャラクターをみんな見に来るところをね。 あの自分がしかも前作新しく出したキャラクターをさらにさらに出さないっていうねちょっと話したい話ができたので,でまあちょっと置いといていいや,やっぱそれでこそですよクリエーターはやっぱそのね <laughs> <はい S 1> でもコメント自体がでもやっぱそういうあのクリエーションについての話じゃないですか。 っていうのをあのやっぱ念頭に置くとそれをそ,のそういうクリエイターが作ってるっていうのを思うとやっぱすごいあのそれこそぞこっとするところあってやっぱねあのリドリー・スコットってこういうこと考えてんだろうなみたいなことを思わされる映画ですよね明らかにその冷たい眼差し私、最初コベナント見た時エイリアンってあんま意識しないで見て、はい、結構優秀な乗組員が集ってるのになんでこんなにみんな。 なんか変なことするんだろうって思ってしまったんですけどエイリアンはね一作目から見るとやっぱりその完璧じゃない乗組員たちがとか、うん、海兵隊たちがすごい力を合わせて戦うっていうところが非常にエイリアンの中でも重要な、うんねはい、要素だったんだなって思いつつも、うん、やっぱりそのこう人間クリエイターとしての人間っていうものに対するすごい冷たい眼差しがあるんですよね明らかに共感してるのはそのファスベンダーの「人造人間」。<laughs> なんですよね。ねどう考えてもああいうあのあっちに興味があるっていうか。そうですね。で、そのエイリアンより怖いもんだってそのファスベンダーの方が。で、非常にその美しいシーンで、あの文化的なものをその洞窟の中でこう楽しむみたいなシーンが、その二人のファスベンダー。二人のファスベンダー。二人のファスベンダー。フがファスベンダーにリコーダーをの吹き方を教えてあげるっていう。ななんかすごいなんなんていうんですか、フェティッシュなシーンですよね。非常に最高ですね。 <laughs> もうそこのなんていうかリドリー・スコットが描きたいものってのは非常にはっきりしているし、はい、まあそれを美しく撮ってるっていうのも、えー、そのコベナトのいいところで。 あるなって思うんですけれども、まあ変な映画ではありますよね。エイリアンでやらなきゃいけないかって言われたら確かにってなりますけどね。それはあの文句、はい、文句言う人とうかあの言った人が正論です。はい。ただ正論を投げかけてもしょうがない人ではある <laughs> っていうことですね。<laughs> まあ、ね、一応ブレイドランナーの同じ監督だしね。<laughs> ああそうですね。ういうところねあのやっぱ共通点もある。そうなんですよね。だからやっぱり本当にそのまさにレプリカントもそうですけど、うん、本当ああいうこう。 なんでしょうね。なんかオブセッションがすごいあるんだろうなと思って、うん、面白いですね。そうですね。まあオン年86歳ですね。信じられないですね。グラディエーター2も控えております。2が控えているという。いいですね。まあそうですね。フィルゴンオーグラフィー的にもデュエリストの次がエリアンですからね。いきなりね。あのリドリー・スコットはえっと監督として始めたのはちょっと遅めだった。もう40年代で。40年代。そうそう。 あのその前はずっと CM たくさん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 作ってたみたいですけど多作すぎるなのでこう一応こうある意味フィルムメーカーとしてベ,ベテランというかノウハウがいっぱい詰まってたけどあのまだ作るチャンスなかったということなのでそういうふうに考えれば40歳ぐらいからのスタートで考えれば今86歳でまだまだ作りたいものがあるって当然だろうね。 それにしても毎年、映画撮ってますしかも毎年8年ぐらいかけなきゃ作れないような映画を毎年撮ってるっていう信じらこという2021年は最後の決闘裁判とハブグチですからね今年は日本立てです。せめてプロデューサーとしてブレードランドの作品もそうですしロムレスも一応プロデューサーとしてかなり関わってるようなそうですね。 エイリアの次が1982年ブレードランナーですからちょっと油が、ね、あちょっとスタートダッシュ半端ないですね <laughs> やばいよね。まあでもそう言って見ていったら全部やばいっていう話になるんですけどなんかそのこう IP とかキャラクターではなく本当に自分が見えてる世界をいかに具現化するかっていうところに興味がある監督だから意外とそのまあエイリアンの続編も当時やりたかったっていう話は知ってますけど結局やってないし、うんうん、なんか あんまりその続編をそんなには取ってないですよね、<ー>これだけ多作な監督にしては。なるほどちょっと興味深いですねむしろグラディエーター、珍しいぐらいで。 そんんな好きだったんだった <laughs> 確かになんかあの印象に残る映画ではありますけどなんかこう後に続くような映画ではなかったかなという気がするのでそこのこ「グラディエーター2」で今度はどんな人間に対する冷たいまなさしがどうしまでしょうねあの全く関係ない人類の起源の話がし始めたら。<laughs> <laughs> <laughs> スコットなら許される感じが、ね。<laughs> そうですねあの ダニエルさんもそのレイズ・バイ・ウルブスの話たまになさいますけど、はい、そういう意味でもちょっとこう変わったドラマでも見たりとい、そちらも一応シミュレントの話ですよね。結構変なドラマでもあると思うんですけど、はい、そもそもダニエルさんってなんでエイリアンがお好きになったんですかっていうのを初めて多分お,おそらくエイリアン2から見てると思うけど、うん、その当時。 えと6歳6個上の,あのなんていうえっ、ー、とえっ、ー、とねギリギリ姉さんがいたんですけどで彼女はすごい映画詳しくていろいろ見せてくれたんですけど、うん、その当時私はまだ10歳とか11歳ぐらいだったと思うので、まあ、こういった映画見てる場合じゃないけど怖いですよ場合では <laughs> 見ちゃって <laughs> あのその当時ねエイリアン ついでにエイリアン・ワン、ターミネーター、ロボコップ、それ系の映画、すごい好きだったんですよ。<laughs> すい楽しすぎますい、毎日が楽しいですね、それは。ロボコップとか、かなり見てる場合じゃない <laughs>、ね、映画ですけどね、3で解ける映画ですもんね、でも、えー、ロボコップ。 多分八歳九、えー、歳ぐらい。ああ、えー、そうですね。そう,そういやでも大丈夫平気だった。一 <laughs> ドルで楽しむべっていうおじさんが出てくるしね。<laughs> そうそうね。なんですけどねエイリアンはねでもなんだろうなアイコニックな昨年間違いないし。うん、あの結構私の中身。 私を作ってきた作品の一つで私も毎年見てますよエイリアン1もももエイリアン毎年見たりあとは他の作品はたまに見たりするんですよなのでちょうどっと昨日くらいエイリアン1改めて見てもこ映画本当に完璧でもあるし今見ても全然古く感じないしですよねでエリアン2も半年ぐらい前に見たかなで えとそうね、S3 は今日、ね、一年だって番組やったんだよね、<laughs> あそうですね、はい、あのデイビッド・フィンチャーやったのかな、はい、あ,のあと、フォーも意外と多分2年ぐらい以内で見てるし結構あ、プロメティウスも最近見てるしコンベネントもなので結構、何回も何回も何回も見直してもう飽きない作品でもありますし。 あのエイリアンの,その根本的なところってさそのいわゆるクリーチャーがいて、うん、そのクリーチャーの不思議なライフサイクルを持っていて、うん、あのフェイスハッガーが印象的であるしあのセノモーフも印象的である、うん、そういったところも面白いそして主人公のまあリプリー中心なんですけどそのリプリーもあの非常に。 ね面白いキャラクター周りの人たちもエリアンデーのそのいわゆるクラス関係の問題でお前らほど私たちなんで給料は早安いのかみたいなそういったところとかあのリアルなように感じですしあのエリアンツーもかなり皮肉的な話であるんですけどまあこういう企業あるんだろうねかなりディストピア的な話でありながらそういうところも好きですし SF 的なその見せ方とかまああの リッド・リス・コットも大好きですしジェームス・キャメロンも大好きですしそういうところもあるかもしれないしあとジョン・ジーね、猫ちゃんがいるし猫がちゃんといる映画ちゃんといるは大事で最近ちゃんといない映画多いじゃないですかただ出てくるだけのマスコットとしてインプレッション稼ぐみたいな感じの出方をすることが多い中ちゃんと。 ちゃんと意味がありますから、ねうん、あのだってリプリーがあんだけピンチあんだけ大変な状態でもでもジョンジーあジョンジーの存在忘れたって逃げるところで気づいて <laughs> あのちゃんときちんとあの戻って彼を探しに行くっていうのはそう、ね、リプリーのキャラクター,あーどういう人なのかすごい分かるっていうのもあるしあの辺もすごい好きですし。あのー 親子関係の話もいっぱいだしビジュアルあのジェームズ・ャメロンも。 レデースコートもすべてインカメラであのビジュアルできたっていうところもあるし結構いろんなところが好きですよね,うすよねあと、うん、そのね宗教を巻き込むところも面白いし人類どうのこうのというところもおもしろいし一言で言うと <laughs> まあね,そう,ですねそう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 ,そういや位は本当に僕そうさっき言おうと思ったんですけどキャストがマジでよくてあの 見るたびにうわキャストいいってめっちゃ思うんですけどそのヤフェット・コットンもそうですけどあのハリー・ディン・スタントンとかもう,うもう最高みたいなあの僕パリ・テキサス大好きなんであのあの彼がねそのさっきのクラスの話でいうと彼らがそのちょっとこう技師として技術畑現場の人たちみたいな感じで出てくるのもいいしでやっぱあの一番はやっぱジョン・ハート。 ジョン・ハートをあのあのチェストバスターされる人に選ぶっていうのは本当に素晴らしい配役だなって思って、うん、それはどのあたり僕はやっぱジョン・ハートで会ってますよねジョン・ハートケインはあのやっぱその常にその捨てられた子犬みたいな顔をしているじゃないですか, <laughs> でなんかすごくかわいそうな役が似合う人っていうのがあって。<laughs> はいはい <laughs> あのジョン・ハートって多分僕らより以降より下の世代だとあの多分「ハリー・ポッターの」のオリバンダー老人役が多分一番おなじみかなって思うんですけどでもねその前にいろいろ。 なんだろう、エレファントマンとか、まあ、エレファントマンはちょっと顔は見えないけど。<laughs> あの、いろいろやっててね、まあ、なんか結構かわいそうな<ー>目に合う。のが <laughs> 似合うなってずっと思ってて。だって、エリアンワン最初から、こうね、あのエイリアンたちとで、で、お前からでも。結構顔色悪いんですよ。顔色悪い。<laughs> いや、本当そうなんですよ、ね、<laughs> 超ペールそうですよね。そう、血圧低そうだし、ね。<laughs> そ,うそ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 う。 あのまあ、エリアン1の場合は、特に誰が主人公なのか分からないんじゃないですか、うん、最初は。で特にあの、いわゆるキャプティンがいるわけ、はい、ダラスね。はい、じゃあ、彼が主人公じゃ。うん冷静に考えれば、まあ、リーダーとして。ね、と思われるけど、途中でダラスが亡くなった時に、えージェ誰でも死ねるぬ。ああ、そうですよ、ねう。でもこのシリーズは、まあ、全ての作品はそうですけど、やっぱ主人公は強い。 女性っていうのはブレてないというのもありますし、うんうん、まあ新作もね一応そうなんですけど、うんうん、そうなんですね、うんそ。そう考えると確かに一作目でそれがこう一作目からそのヒーロー的な女性ってわけじゃなかったっていうことでいうとその後のその路線はやっぱりジェームス・キャメロンが決定付けたっていうことになるんですかね。あまあ彼のあのこ個人的な好きな女性のタイプっていうのがね <laughs> <ー>完全に出てますけど、アンダーハミルトンですよね。<laughs> ね確かに確かに。 ま結構私あのツ見ててアバターの雰囲気めっちゃあって <laughs> あのいや僕今回多分2が 2>、はい、あれんそんなでもないなって思ったのは、はい、多分ねアバ,アバターがアバターってエイリアン2のリメイク <laughs> セリフリメイクじゃんって思っちゃったので <laughs> なんかそれで結構それがなんかノイズになっちゃった可能性はすごいあると思うんですよね。<あー> <laughs> 出てくる要素がもう本当に同じすぎてエイリアンとタイタンニックの合体ああなるほどザ・ジェームス・キャモロンのシリーズだとそれは売れるわっていう話ではありますけどねんかそのさっき言ったアイコニックなリブリーが最後に登場するシーンとかもアバターで見たことあるこれみたいなのありましたしでまあその植民するとかねいうテーマもそうだし まあ海兵隊的な人間たちとあと悪徳企業が出てきてという全部一緒じゃねえかみたいなね、うん、シガニウィーバーもいらしるしシ,シガニウィーバーもいらしるしシガニウィーバーも何よりの証拠としシガニウますからね死んでも戻るし <laughs> あ,あそうですね,<あ>ね確かにレザレクションレザレクションまあ確かに <laughs> そうですねそのリドリー・スコットとシガあのジェームズ・キャメロンのその何ていうんですかねこうどんどんこう 新しく更新していくものとそのまま使うものとの違いみたいなものがちょっと興味深いですね,ですね作家性としての、うん、割とジェームスキャメラビジュアル的にも要素的にもそのまま使ってるなっていうのが今回感じましたねリドリー・スコットに関してはなんかなんかすごいこう言語化しづらいこだわりみたいなものの方が感じですけどす、ねうん、確かにジェームスキャメラはそうですよねその技術的にはもう最先端を更新し続けながらも、うん、モチーフとしては割といい一定のものをやってる可能性はありますね、うんうん うんな,なるほどな,なんで今回エイリアン2ちょっと古,古い感じの映画だなって思った理由もちょっと今わかりましたね。アバターでなんか更新されちゃってるっていうのは、はい、結構あるかもしれないですよね。<笑><笑>本当だったらこんな感じの映像で撮りたかったみたいなのをずっとやってるんですよねきっとジェームス。まあそういうタイプの人ではありますよね。うん、なるほど。 そういうい意味ではちょっとフィルモグラフィーとエイリアンっていうのを考えるのも興味深いですね。まあ、多分ジェームス・キャメロンはやっぱこう最初はロジャー・コーマンの監督の映画で、うん、いわゆるエフェクトを作る人だったんですね、えー、最初はモデ,モデルを使ったりして。はい、なのでその、まあ映像、映像美とかそのいわゆるビジュアルエフェクトの理解度あ最初から深くて、はい、でその当時、昔だったら CG とかまだ存在しない時に。 あのとにかくこう物理的なエフェクトでどこまでできるのかみたいなとにかく進めようとして、うん、あのみんながまだやってないことをやろうというところで,で CG、そういうタイプの人はじゃあ CD はちょっと断るっていうタイプは多いかもしれないですけど彼はそうじゃなくてじゃあ CG を使ったらどこまでできるのか見せようみたいなあ同じようなこうチャレンジャー的な気持ちでやっている感があります、ね。はい、なるほどそうね これが1986年の映画っていうのが何よりびっくりしますよね今見ても「エイリアン2」っていう映画に関してはいっぱいエイリアンが来るか確かにそれはすごいですね、はいまあ、CG 以前だからこその凄さはうそうですよねやっぱ「プロメテウスコベナント」はやっぱなんかあんまそういうのばっかり言いたくないけどなんかやっぱ CG でやっぱ 失われたそのエイリアンの怖さにかなり直結してたというか、うん、あの何だろうな速さとかは別に二の次でよくて、うん、そ,のそこにい,いるっていうことの,あの不気味さみたいのがやっぱ「うん、エイリアン」シリーズには結構あの通底してて、はい、おそらくそれが、ね、ロムルスで今回かなりロムルスはかなりプラクティカルエフェクトを使ってまして、ね、あの今回のまあ 詳しく言えないけど今回の,その、ね、クリーチャーの見せ方はばっちり本当にめちゃくちゃいいのこれはいいですね、うん、だってその、はい、お前大ファンだなってことがすぐ分かるってことですよねフェデ・アルバレスに対してすっごいこだわりを持ってやってるんですよん他の作品にこだわりを持ってやってたと思うんですけどうん今回すごい見せ方がよくてじゃあちょっと本当に全く新しいエイリアンとしてはちょっとロムルス従来のファンにも。 新しいホラー映画新しい映画とかそれはね今後はいろいろ話してるけどこのシリーズの根本的なんていうかないいところも悪いところで言うとやっぱりこうずっと同じテンプレート一作目のテンプレートあまりにも強かったから結構同じモチーフ何回も何回も引き出してだってね揃ってるっていうの新作でもそってるし結構これまでの作品もうん 再びで語ってるなっていうところもあるし多分これ45年間の間にこんだけこう作品まだ少ないっていうのはあれなんですけど、うん、もっとたくさんあればもっとたくさんく繰り返しになってる可能性もあるし、うん、あるいはそろそろ完全に新しいことやってもいいかなっていう気持ちももちろんありますし。 だけど、難しいんですよねいのあのまずエイリアンという作品でエイリアンというクリーチャーがいるわけ、その毛布。はい、それ HR ギガが考えたやつ、えー、見た目が相当良くてかっこいい、はい、怖い、面白いんだからあの、その同じクリーチャーを使い、えーうん、何回も使い回したいんだよね。だけど、全く同じく、そのクリーチャーのライフサイクルを考えれば、もうフェイスハガーがあの卵から生まれて、うん 人間か何かのクリーチャーがいなければそのホストがいなければ次のフェーズに入れないんですよね。うん、なので出会いが必要だけど人間ね <laughs> あるいはその誰かとその,あの卵の出会いとかは必要であるし、うん、それは、えー、とそれがないと進めないっていうものでもあるけど、うん、視聴者としてはもう見たことあるね、うん、何回もそういうところは、まあ、どっかで開けちゃうっていうのも,、うん、もう残念ながら。 決まってるので、うん、その辺こう完全に新しいことあのっです、ね、エイリアン2の続編としては、まあ、エイリアン3の、ね、形になるまでにあのいくつかの,その提案があったんですけど、うん、一つは地球に来るって話です、ね。うん、で、あのリプリーと、えー、ヒックスとニュートとジョ,ジョンジーンズがいないんだ、その3人が逃げて。ビショップ ビショップか、はい、ビショップの半分ね。はい、ビショップの半分 <laughs> の上半身。<laughs> <laughs> あのが、えーと,まあ、とにかく頑張ったけど残念ながら一匹あの何匹を地球に連れていくとか覚えてないんですけど<ー>だけどとにかくあのこれまでの,そのシリーズは基本的にほ,んと,ほとんどとその人はエイリアンのクリーチャーの存在知らない、うん、ところから視聴者としては知ってるけど。うん 主人公たちは知らないから、ね、あの初めて会った時に怖いということなんですよね。リプリーだけが知っているそうそう。だけどあの、それがいわゆるバレちゃって、全員が知,ってるこ知ることになって、うん、大パネルになって、どうするのかいみたいな話。そうなったら、もうローランドエメリ i c に撮らせるしかないですもんね。 面白、ね、い作品になるかなっていうところもあるし、<laughs> ある意味、でも完全にこれまでのシリーズと違うことができるよねっていうところもありますので、ちょっとね、あのその辺ぜひ、ねあのまあ、今回、ロームレス皆さんの反応も楽しみなんですけど、今後、どういう形の、どういうふうにシリーズを進めるかみたいな、今回も続あの続編1の続編でありながら、2の。 前のの話なので,、うん、でプロメティアス,スもコベネーネットもそうで、はい、1>, こう1までにどういうふうにこうリセットするのかし、うん、な何かしないといけないんじゃないですか、うん、プロメティアスとコベネーネットの場合で,、うん、で今回もじゃあ2になるまでにねあのいろいろ考えちゃうので、うん、あ,のある程度エンディングは決まっているというか、まあ、どういうふうに終わるのかなんとなく想像できるんじゃないですか、うん、今後は遠未来で全然違うことを 見せてもらいたいたなと、うん、でも今の話聞いてクワイエットプレイスってそうだったなっていう感じの宇宙人が来てみたいな音を出しちゃいけないっていう意味でのエイリアンじゃないのでやったのがっていうことですよね意外となんかそういうところが確かにそ,そ,そうやってそれるとこれあれじゃねえかっていうのがもうすでにあるかもしれないですね。<laughs> はい その意味で、やっぱりリードスコア、え偉いですね。そんなん知らん、わしは知らんって言って、人類の起源じゃいって。ということでね、ちょっと皆さんのベストエイリアンについてもね、ぜひぜひコメント欄でね、お聞かせ願いたいなと思います。はいということで、本日はエイリアンシリーズ振り返り、みんなのベストエイリアン3を語ろうというでしたベストエイリアン3。 はいということでお二れ方ありがとうございました。ありがとうございました。いいねボタンチャンネル登録もうゲームオーバーか。ゲームオーバーもうゲームオーバーね。また回を改め。てチャンネル登録いいねボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。あのロムレスのねあの感想は今後ね楽しみに待っててください。公開と合わせて配信いたします。はいはいということで皆さんお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。